東松島市の大和西小学校で開かれた SDGs の出前授業には4年生47人が参加しました。情報機器の再利用などに取り組む企業の担当者がゲーム機やスマートフォンの基板から金や銀を取り出し再利用していることを紹介しました。この金メダル、このスマホが大体200個ぐらいでやっと1個できます。また食器メーカーの担当者は工業用に使われるトウモロコシ由来のでんぷんを素材とした皿を作っていることを紹介し、プラスチックの使用量を抑えることで二酸化炭素の排出を削減していると説明しました。今度からゴミをポイ捨てしないできちんと資源ゴミなどに分けてゴミを出したいと思います。普段知ることができないことを知ることができてよかったと思いました。物を大切にしていきたいなと思いました。全てのものがやっぱり循環していく中でですね、一番日常生活の中で分かりやすいものをテーマにして、この街を持続可能なものにしていくために皆さんに知識を与えているというのがこの授業の狙いです。出前授業は東北大学と東松島市が2019年から民間企業の協力で実施しているもので、来月18日まで市内の小学校で行われます。